はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はね、まさかまさかのマジサプライズ、サプライズスペシャルガチャチケットが来たよということで、まあ今回サプチケのおすすめキャラクターを紹介していく動画、まあ次が古戦場光なんで、光キャラ編っていうような感じで紹介していきたいなというふうに思ってます。まあ光キャラで今俺多分思い立っての一人しかいないんだけど、まあある程度多分みんなだったら予測つくと思う、俺が誰を言うのか、うん、というような感じです。まあ紹介していきたいなというふうに思います。でまあただ先にちょっと説明しておきたいんだけど、今回のサプチケ1月9日までなんだよね。そうで1月9日までで、無料最大200連っていつまでだっけ、6日か、8日か、まあ何にせよ1月9日までサプチケなんだよ。でそれまで無料にすいません、もう一度言わせてもらう、無料最大200連があるし、無料最大200連の最終日は200連確定だから、キャラクターを手に入れられる期待値がすごい高いんだよね。高くはないかもしれない。まあその他にキャラクター、ここで今サプチケでキャラクターを取ったとしたら、追加で引いちゃう可能性っていうのは十分にある、うん、だから、まあ、例えばキャラクター武器だったりとかね、例えばだけど、まあ、ベネディアとか、ベネディアじゃねえや、クリムゾンフィンガーとか、グラシーザーとか、そういう武器を取る、ネーレウスとか、タミンサリとか、そういうのを狙っていくよ、キャラクターのスペリオルとか、なんかヴィンテージウェポンとかを取っていくつもりだよっていう人じゃない人、キャラクターを取ろうと思ってるよっていう人は、1月9日、まあ、後々まで待った方がいい。今、サプチケを使うともったいないよっていうことはちょっと解説しておくわ。うん。ということで、まあそれを踏まえて今回サプチケの中でおすすめキャラクターってのを紹介していきます。でまあぶっちゃけて言うと、まあ俺も結論から言っちゃうわ、ロボミ持ってねえんだったら光古戦場はロボミ取っといた方が、まあ肉集めがしやすいですね。古戦場の2000万に悩んでるんだったらマジでロボミはね取っといた方がいいっす。はい、ちょっとじゃあ説明するね。まあロボミの何がすげえかって、奥義ダメージが極大タイプなんですよ。で普通の SSR キャラクターって奥義ダメージ特大系なんですよね。基本奥義ダメージ特大なんだけど、ロボミは極大になってて、奥義ダメージと奥義ダメージ上限が他のキャラクターよりめちゃくちゃ高いんだよな。で奥義ダメ倍率が11倍だったっけ、そうロボミってめちゃくちゃ高いんですよ。普通のキャラって 4.5 とかなんですよね。で10点最終で 5.5 とか5倍なんですよ。つまり通常攻撃の5倍の火力だ、通常攻撃が20万ダメージだったら、まあ他にカゴスキル、必殺スキルとかのカゴがなければ、まあ大体100万とか、ダメージ的にはね、100万とか90万とかが出るよっていうのが、まあその奥義ダメージなんだけど、ロボミは奥義倍率10倍とかだから、通常攻撃が20万出たら奥義ダメージ200万出るんですよ。2倍になるの、うん、っていう感じで、とんでもなく火力が高いから、まあ、古戦場の肉集めは正直ロボミがいるといないで全然変わったりする。編成とかも結構変わったりするし、EX の肉集め、例えばじゃあ今のベリハの肉集めとかもそうなんだけど、すごいラインがうるさくてすいません。例えばこのイベントがあるじゃないですか。例えばこのイベントのここね、ベリーハードの集会とかをする場合、まあ俺この編成でやってるんだけど、例えばまあこういうような編成を組んだ時、まあ光有利のイベントが来ましたよっていう時にロボミがいるだけで、肉集めがしやすくなるんだよね。まあ、火力をちょっと見てほしい。これでユインと、これで最後のロボミが、そうこんな感じで扇ダメ、他のキャラよりも圧倒的にポンと330万、こんな感じでダメが出てくれるんですよ。だからすげえ火力が出しやすくてパワーが高いっていうところで、まあ古戦場の肉集めにも使うし、まあブレイブグラウンドとかだったら他にも使うかな。アビリティをポチるとトリプルアタック確定になるんですよね。1アビだったっけ、そう1アビがね、1回使えばトリプルアタックが確定になるんで、ブレイブグラウンドとかの攻略1回だけ絶対クリアしたいよみたいな感じの敵にも相性がいいっていうような感じですね、ロボミは。だからまあ結構扱いの幅が広くなるからやりやすいよっつうのがサプチケおすすめキャラクターのロボミかなっていうような感じですね。で他のキャラとしては、まあ古戦場の肉集め限定の話になっちゃうんだけど、シルバーとかはまあなかなかいいですね。でシルバーはサポートアビリティでクリ発動時にダメ上限アップじゃなくて、もう一個下の方、コラテラルブリッド、サブメンバージ、チェインバースト、アセンション。まあこれ4チェインですね。4チェイン発生時、敵に光属性ダメージを与えますよっていうところで、まあ80万ぐらい、60万ぐらいなのかな、おそらく63万ぐらいのダメージが、4人のチェインバーストを発生させた時にダメージが追加されるんで、まあそれで古戦場の肉集めに使える。だからシルバー&ロボミは古戦場の肉集め2000万を
攻略する上では、まあ、ちょっと語るには外せないキャラクターではあるよね。少なくともこうお手軽古戦場あのクリュサオル編成肉集めとかだったら、うん、で、まあ、特にマグナ編成とかだったら最近コスモスソードコスモスウェポンとかが出てきてすごいやりやすくなってるんだけれども、やっぱりいるとさらに楽になるようなキャラクターではありますから、まあ、ロボミと、シルバーに関しては、取得しておくとおすすめかもしれませんっていうような感じだな。だから俺今回サプチケでおすすめしたいのはこの2人だね、うん、でもう少し外していいんだったら、まあ、サラとかも強いなって思ってて、うん、で、まあ、サラも古戦場の肉集め用にも使えるし、あと普通にもワンチャン使えるかなというような感じですね、自分に弱体効果がかかってない時トニートルアが発動するよっていうやつで、まあ、あと自分にカバう効果がついてて、まあ、なんか何かしらで使えそうかなっていうのもあるし、古戦場の肉集めも使えるよっていうのが、まあ、あとサラで、あと一人はフェリーだね、まあ、俺クオン使ったけどフェリまあ、フェリー持ってないんだったらフェリーはおすすめ。あのトリプルアタック、もうこれオンリーワンの性能してるから、もう光属性でこの形式のアビリティはあんま出ないと思うんだけど、味方全体のトリプルアタック確率アップ、味方全体が光属性追撃効果でショート効果、まあ、デメリットだね、ショート効果で味方全体の大きいゲージが 100% 消費されるよっていう、まあ、この品力点はやっぱり他のキャラクターでこう同じやつをポンと、ああ品力点ねみたいな感じで渡せる感じじゃないですよね。例えば防御ダウンみたいな感じで、まあ、なんかこう一点もののさ特殊なアビリティだからやっぱ腐りづらいですよね。あと古戦場の肉集めで考えるんだったらこのニアビグラオザーム扇ダメアップダメージ上限アップ防御ダウンっていうのがついてるから、まあ、それでその古戦場の肉集めでニアビを押して戦っていくっていうような戦い方もできるし、まあ、そういう意味ではねフェリーもおすすめできるんじゃねえのかなっていうふうに思ってます。じゃあちょっとまとめていこうか。まあ4体だね、まあ、多すぎてもあれだからね。俺がおすすめしたいのはロボミシルバー。まあ、これは古戦場肉集めの筆頭になってくると思うから、この2体は割と優先度高めで、で、まあ、ちょっとサブ的なやつには、サラとフェリー。まあ、サラとフェリーだったらどっちかっていうと、フェリーの方がちょっと特別感あるから優先度高めなのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、サラとフェリーも俺はなかなかおすすめしたいよっていう感じだね。まあ、ぶっちゃけこう、スタメンで常時使うよって言われてる光パーティーのキャラクターって、限定キャラクターが多いんですよね。めちゃくちゃ悪い話をするけど、うん、めちゃくちゃ悪い話をするけど、まあ、今使ってる光で速度目的、プロトバハムート HL とかの話をちょっとするんだけど、プロバハ HL で使われてんのってリミテッドジャンヌ水着ハールートマールートハロウィンハレゼナとかじゃないかな確かね。だから DPS だけを出していくみたいな感じの編成になると限定が混じり始めるんで、ちょっとまあおすすめタイプ的にはなんかこうパッとこれだよっておすすめするのは難しいんだけど、肉集め的にはそこら辺とか、あと特殊環境のフェリーとかがおすすめできると思いますんで、まあちょっと持っておくと幸せになれるかもしれませんということで、まあ、僕が思う光有利古戦場に備えたサプチケのおすすめキャラクター紹介でございました。皆さん参考になれば幸いです。それじゃ、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。